タワラ山温泉は山口県長門市にある温泉。山口県を代表する温泉の一つ。療養向けの温泉で、リユマチに効くとして知られる。1886年の日本高専史では、リ町マチ高専として紹介されている。アルカリ性単純温泉。主な源泉である町の湯泉と川の湯泉は、共に pH9.9 とアルカリ性が高く。 温度も摂氏41度と山口県内では数少ない高温の源泉である。長戸鉄道案内における同温泉の紹介によれば二つの源泉は効能に差異があると紹介されている。湯は、組み上げではなく自噴するものを利用している。白煙の湯、町の湯ともに、下水なしのかけ流しである。温泉研究家の松田忠則は、 タワラヤマ温泉で登場をし、その泉出の良さから自身による全国平成温泉番付において、別府鉄林温泉とともに西の横綱に位置づけている。また松田はタワラヤマ温泉での当治客を対象とした実証実験の結果により、タワラヤマ温泉の入浴に美容やアンチエイジングの効果があるとの見解を表している。タワラヤマ温泉の公式ホームページでは、 湯の特徴として、溶存水素の濃度が高いことを挙げているが、この点については、日本温泉総合研究所が5人であると指摘している。木屋川上流部のひっそりとした山間部に旅館街が見られる。旅館の件数は約40件と多いが、大型ホテルが立ち並ぶ長と湯本温泉とは異なり、宿のほとんどが個人向けの小さな日本家屋の旅館である。 松田忠則は、日本人にとっての温泉の原風景が、俵山ほど、見事に残されている湯町は他に知らないと述べ、湯地場としての風情と機能を保っている。温泉街として、山形県の肘折温泉と共に高く評価している。日帰り入湯は主に公衆浴場、町の湯を利用する。内湯を持たず温泉は外湯に通う、という古くからの湯地場のスタイルが、 今日まで続いている数少ない温泉地であり、規模の大きな温泉地に限ればここ田原山に限られていると言っても良い。一方、今日ではファミリー向けの日帰り温泉施設、白煙の湯も設けられており、こちらの施設は川の湯煎などを源泉として使用している。田原山温泉の旅館の中では、 富士屋旅館が唯一自家源泉を所有しており、日本温泉遺産を守る会の温泉遺産に認定されている、h t t p w w w o n s e n i s a n c o m g e n s e n y a m a g u c h h t m l また、松屋旅館は、松田忠則による、おすすめの宿共同湯200選にリストアップ、されている。 明治37年の、田原山温泉市が乗せる海遊伝説によると、室町時代の応援年間に、両夫が白煙を矢でいたが逃げられたところ、後日や傷を負った白煙が、岩石にまたがりしきりに聖戦を傷口にかけている、ところに出くわした。両夫は白煙を生け取りしようと近づいたが、白煙は光を放って、物体となり、死運に乗じて去っていった。両夫は驚き、 白煙が救っていた聖戦に手をかけてみると、水は温かく蒸発していた。両夫が、付近のノーマン寺に駆け込んで事情を伝えると、寺の住職は、寺の会帰である、工房大師、空海の誓いにより、寺の本尊やくし如来が、白煙に化け、世の中の描写のため万病に聞く霊泉を示し、また摂政を制御とする者の,のために、 慈悲恩愛の道理を教えるために現れたのだ。お前は、今日から漁夫をやめて、山を開き、世の美容者を救えば、これまでの罪が償われるだろうと言ったので、両夫は簡単に市村人を集め、草木を買って、泉源の岩石を開き、浴場を整備したという。蒸気のほ他、俵山温泉案内は、同温泉地にある。 熊野神社の縁起を乗せ、縁起16年の開け湯伝説を紹介している。江戸時代には、長州藩や長府藩の藩主も、当時場として利用した。温泉州遊日市の牧に、田山家帯にとって、私の心を言う不温泉として紹介されている。昭和30年7月4日、厚生省国時代217号により、 国民保養温泉地に指定。また、国民保険温泉地の指定も受けている。浅羅観音に奉納された、断根像、温泉教授の当時力。温泉はなぜ体にいいのか。温泉教授、松田忠則のことを歩く。184ページ。松田教授の温泉道。松田教授の温泉道。ありがとうございます。